結構やんちゃんっすねこいつ思ってたよりも。200番台引きます。こういうのは真ん中、いや違うこれや、これにします。いきます。来たぞこれ。あじゃあ、オッケーオッケー、行くで。行きます。せーの、ガガガ。微妙や。というわけで、まあ313番で、まあ今もう再生率並んでるんですけど、このお店のラインナップがやばすぎて、もうやばいっていい意味で。バラエティが鬼香ばしいんですよ。バラエティが鬼香ばしいんで、バラエティ行きたい気持ちマックス、フルマックスなんですけど、まあね、例えばで行きますよ。応援高校、あっついこれがまたないでしょ。だってもう導入率ナンパーよ。で他にもとね、俺ごめんちょっとなんか見逃した、 009 ね、サイボーグ009、ゲンさんで高架機動隊の、初代の方ね、で、キンキン、HOTD、もう暑すぎだろ、この辺。マジで暑い。で、これがね、ちょっと実は気になってる。ロボットガールズ Z。はい、お願いします。お願いします。よしよし、行こう、ゴーゴー。お願いします。お願いします。よし、行くぜ。ジャグラーがめっちゃ埋まってる。多分、この筋なんだよな。ちょっと見ます。で、開いてなかったら、バラエティコーナーに行きます。あー、袖埋まってますね。エウレカは入ってます、取れないっす。じゃあ次ちょっとロボットガールセット見ましょう。取れましたね、取れましたね、やったぜ。超珍しいですよ、全国導入率が 1.8% ぐらいのロボットガールズ Z、 バルテックされないですね。打ったことないんであれなんですけど、ちょっと今回これでスタートしていきたいなというふうに思います。よし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 、はい、おはようございます。というわけで、今もね、入場終わって一回外出てきてオープニング撮ってるって感じなんですけど、ロボットガールズ Z 撮れましたね、嬉しいですね。これもうほんと全国での導入率がめちゃめちゃ少なくて、超レア台、僕マジで初打ちなんで本当にマジで分かんないんですけど、ちょっとそこだけね、皆さんも多分あんまり打ったことある人少ないと思うんで、まあ同じような目線で楽しんでもらえたらなというふうに思います。今日も気合入れて、本日バージン、岡山南店さん、岡山2回目でございます。勝利で飾って帰りたいなというふうに思うんで、やりましょうか。いきます。ちょっとめっちゃ囲まれて恥ずかしいんですけど、本日、バージン岡山南店さんで、南本店さんで、いやー、連射するな、連射するな、行くぞ、成り上がり、ありがとうございます。行こう、行きましょう。ちょっともうさすがに恥ずいわ、さすがに恥ずい。よ、リソマルだよ。新章が始まって新しいミッションが与えられたぜ。ミッション達成で可能な限りの願いが叶うっていう話らしいんやけど、失敗の時はなんか恐ろしい収録があるみたい。3回目となったショートミッション、今回はパチンコでビンゴ。各ミッションマスを埋めてビンゴを目指せ。全てのマスを埋めることができたなら、なななな、とソラパチスタッフが全力で僕の夢を叶えてくれるみたい。張り切ってなりあがりって、なりあがり。はい、というわけでロボットガールズ Z、打っていきたいなというふうに思います。私初打ちで、ございます。いきましょう。いや、学校するのかしないのかもわからん。なんか Z 付けを狙うんかね。はい、まあちょっと調べながらやっていこうかなというふうに思うんですけど、まあチャンスゾーンに行ってチャンスゾーンから ART っていうタイプみたいですね。これなんスイカかな、バーでいいのか、バーか、あ違う、これがレア役ですね。ポワーって言ってくれますね。これスイカっぽいですね。バーでいいかな、バーバー、いや違う、これか、あー、これですね。これが多分強ガールズメっていうやつですかね。これもだからまあこういう感じでレア役が落ちると、はい、でエピソードに行くのね。なるほどね。さっき激走でダメだったんで、あ、激突鍛える一番高いやつですよ。これはチャンスゾーン期待できるんじゃないですかね。騎馬戦、まあ初めてなんで全く演出のこれ大丈夫じゃない、なんか
ちょっとこれは行きそうな気がしますね。はあ、どうなればいいかは全く分からんが、エロいですね。はいはい、これが主人公かな。行きます。はいよ。あ、ダメなん。あ、え、あ、そうなんだ。行けると思ったんですけどね、ダメでしたね。なるほどな。結構やんちゃだな。あ、チャンスを当選するまでは状態の下に落ちるっていうのがないみたいですね。優しいですね。さあね、まあ要はこの CT っていうのがすごい頻度でやっぱ落ちてくれるんですね。でエピソードに行くと、これ赤いですね。エピソード赤ければエピソード B とかかな。そういうわけじゃないのかな。激走ですね。だから今のところあんま赤信用できないんですけどね。なんかこの最中に抽選してるのかな。今なんか若干チャンスアップっぽいの出た気がした。これも若干チャンスアップじゃないですか。これはいきますね。期待したい。よいしょ。じゃあ OK、 優秀。ここでレアエク引きましたね。これで Z ゾーン入りましたね。はい、これが期待度 40% から 50% のチャンスゾーンみたいです。117ゲーム早いですね。分からん、これが早いのか遅いのか分からんけど。さあ初めてなんで全く分かんないですけど、リプレイ会の善悪で ART の抽選っていう感じっていう風に書いてあった。多分レア役引くとかしないときついっぽい。行きましょう。まあでもさっき今打ってた感じだと CT がかなりの頻度で落ちてるんで、ワンチャン。よいしょよいしょ。さあこれ CT なら、あー中段ベルですね。ほらね、これ次のゲームで多分14枚役が成立するんでチャンスですね。おー、そういう感じね。行っていいだろこれ。よっよっ、ダメか。行きます。惜しかったんじゃないですか今。ものすごく惜しかったと思います今。あ、これチェリーですね。これなら3連で揃うと強ガール詰めらしいよっ。あやってますねこれで。こっからは外れで2、外れで、1だと 50% みたいな感じで落ちるみたい。高設定ほど落ちにくいみたい。1ゲームで落ちたりするとまあ、あ、そういう感じなんだっていう感じにはなっちゃうなと。はい、そういう感じですね。すいません。はい、なるほど。まあちょっと今レア役2回引いたんですけどね、全然ダメでしたね。だいぶギャグテイストな台だと思うんで、まあ、それにちょっとついていけるような世界観を持ち合わせているかどうかわかんないんですけど、ついていけるようには頑張りたいですね。2枚目入れますか。マジで何もなかったな。チャンスそうな1回入りましたけど、それ以外特に何もなく2枚目一応入れておきます。レアク行きましたね。よっよっよっ、ジャックかな。エピソード行きましたね。あ、エピソード行ってますね。さあ激突ですよ。これチャンスのはず、わからんが。行きます。あ、さっき赤タイでもダメでしたからね。これはどうだろうね、きつそうだけど。いやじゃん、ダメですね。エピソードには行ってくればボタンも出す。合格。あ、なるほど。なかなかちょっとあれか、きついかこれ。ちょっときつそうな雰囲気ありますよね。だいぶこれ今外れ2ゲーム続いてますね。これで終わりかな。終わりましたね。いけ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 。無理やろこれ。どうやって当たんねー、どうやったら当たんねー。あ、また地下帝国行きましたね。なんだこれ、ジャンソン終了後の降格以降とかもなんかあるのかな。まあでも耐えましたね。これは熱いでしょ。あ、ごめんなさい、これこぼしちゃった。あ、でもこぼしはないか。はい、あ、これだ。激アツきましたね。これ654ゲームなんですけど、これが多分当たる。これ、え、
でも今確率引いてから言ったと思うんですけど、これがエピソード2っていう方かな。多分これを成功すると直でやれていくと思います。654ゲーム、次のゲームに全てをかけろ。音がちっちゃいからちょっとね、いただきます。あ、また当たってことですね。オッケーオッケー、なんかよくわかんない当たり方で当たりましたね。よかったよかった。よし、というわけでこれ本日初のフルバックラッシュですかね。はい、よーし、あー、はい、かわいいですね。フルバックラッシュ。あ、波情報変える、波変えれんだって。あ、グレちゃん、グレンダさん、ガイちゃん、バルちゃん、ライッチ、ゼットちゃん、まあ、ゼットちゃんにしましょうか。行きましょう。で、まあこれマスターですけど、バトルを得ないとダメ。多分1マスずつ進んでいって、だベルとかでなんかゲーム数の昇格なのかな。はい、これスタートですかね。あ、そういうことか。これで40ゲームスタートなんだ。なるほどね。今マスが、あー、なるほど。はい、でこの最中 CT を引くことによって、ここのマスのゲーム数のをかけたバトルに行くっていう感じでございます。だから24分の1でバトルに行くっていうニュアンスかな。で1ゲームで1マスずつ進んでいくって感じ。だから100あるんで、あそこでバトル行くとめっちゃ強いですよね。今10、次のゲーム気合いの入れどころ、まあダメですね。はい、っていう感じかな。まあ戦わないと意味ないから、これ CT 行けばいいんだな。お、これバトルじゃないですか。はい、行きましたね。これがフルボッコチャンス。これに勝てるとこの15ゲームの報酬がもらえるっていう感じですかね。まあ1回目ですね、行きましょう。13枚か。ああ、なるほどな。フルボッコチャンスプラスこれ2ゲーム続くとチャンスみたいなんで、これ勝ったんじゃないですか。はい、あ、倒しましたね、これすんごい。 OK? OK よね、多分勝ちましたよね、これ勝利しましたね。で、15ゲーム、あ、なるほどね、面白い。なるほどでございますっていう感じなのかな。これが、だから要は、まあこういう50の時とかに刺さると強いみたいな感じか。多分、特化ゾーン行かないと無理ゲー集はした、今分かった。さあ、ラスト、これで基本的には終了かな。あ、まだ終わらんのか。ガールズ名成立で大チャンス。なるほど、ダメ。あー、なるほどね。あー、勝率 33% ノーマルガールズ終了画面ですね。116枚ですね。はい、記念すべき1回目の ART はなかなかしょぼい結果。これ1ゲーム遅いですね。さっきのゲームいいでたら多分めっちゃチャンスだった。ダメでしたね。当たった当たった。なんでこれで当たんねん。なんでこれで当たんねん。気づくね。よっよっ、これいったんじゃない。ねえ、いい、いけ。はい、これやばいでしょ。純増 0.5 倍じゃないですか。やばい、 RT かよ。結構やんちゃっすねこいつ。思ってたよりも相当つもりはまんないとまとまるものしないでしょこれ。さあ、獲得枚数24枚の衝撃から、すぐですね3枚目でございます。もうまくれない気がする。もうまくれないだろこれ。さあ、現在500ゲーム来たところで僕の財布の中身が尽きたんで、ちょっとカメラマンにポイズンバンクでお金をお借りしたいなというふうに思います。ありがとうございます。まあ、フリーズ行けば多分相当強いと思うから、それしかないですね多分。まあそれが一つ目標ね。でもう一個が、まあこれ白7揃いで入る最強特化ゾーンに入れるのを目標にします。我が ART 消化中に狙えて出るのか分かんないですけど、出たら、銀と金みたいにはならないように、あんなずるっと滑らないように揃えたいですね、ちゃんと。まああれトラウマですから僕。今、合計5万円目ですか。5万円目やばいな、もう絶対に取り返せないけど、なんか俺のスロッター魂がお前なかなかこの台打てねえぞってささやいてます。頼む、マジでいけよ、もう
いやレアイク引いて外すのがムカつくわ本当に。どうしようもね、まあ、お前が好きで打ってんだからムカつくんじゃねえよって言われるかもしれないですけど、パチスロなんかそんなもんよ。あいい時は喜んで悪い時ムカつくからそれでいいと思う俺は。これ光ってなかったら多分フルボコラッシュには入ってないはずなんですよ。通常時から俺に対してフルボコラッシュ入ってる天井ですね。今線いったんでこれ全長入ってるのかな、わかんないけど、あちょっとなんか騒がしくなってる気がしますね。すでに心身ともにボコボコなんですけど、ぶっ壊せないことはないのかなとも思うんですけどね。え、最大全長50ゲームぐらいあるのこれ、なんすかこれ。電話してくださいちょっとバルテックさんにこれフルボッコどころかもう馬乗り状態なんですけど、ボコボコにされてるんですけど。え、あ、分かった1000ゲーム超えた後の CT で ART とかじゃないですか。さあこれ来ましたね。これは当たるんじゃないですか。これが強制的な当たりに書き換えられるとか。全然ガセだった、全然ガセ、マジわからん、なんだこの。まあそれでとりあえず今お金なくなって6万円目、これ ATM 行ってきました、入れます。まあまくれるかまくれへんかは別として、とりあえずまずこいつ当てないとダメでしょ、ここまで来たら。現在1168ゲームまで来てるんですよ。なんていうの、他力本願だから。これは当たった気がする、1182ゲームな。こういうので当たるんじゃない、なんか喋れや。ジェットファイヤーピーチ、こういうので当たるんじゃねえの、違うのかな、ダメなのかなこれ。あ、行きましたね、これでエピソード行きます。あこれはあれあれ、いつもと一緒かこれ。そんな時点で ART 即発動っていうわけじゃないのかもしれない。さあこれはもしかしたらなんか諸説によると天井がこの無限というか、確定のセットゾーンなんじゃないかっていう諸説が一応ありますが、実際わからない。1189ゲームでございます、行きましょう。さあここからゼロですけど終わるのかな。これはベルコボシリプレイ、これは外れるって時に転落調整なんで、いやあリプレイですね今のは。あこれ当たりそうですね、よよ。さあ本来ならめちゃめちゃ熱いですね。まあこれはねちょっとわからん、ただ終わってもいい状況で今終わんなかったね、ワンチャン確定のやつに行ってる可能性もなきにしもあらず。いや当たりましたね、はい、ようやくミッション成功、1216ゲームでございます。まあ今打ってみて予想はまあ分かんないですけど、多分1000超えてからのチャンスゾーンが天井なんじゃないのかなっていうふうには思いましたね。まあとりあえず4回目の初当たりですね、思ってここまではめたってことはもうこれ俺はやるしかないですよ。もうほら100あるで、144、144、640、640、いいですよ。これ一周回んないとダメですね、100取ろうと思ったら。耐えろ耐えろ耐えろ、ベルないしレークで、おいいなこういうの。さあこれが60になりますと。ああ、60スタートか、60スタートですね。まあまあぼちぼちですかね、行きましょう。おーダメですね、いやーきつい70ゲーム108枚ですからね、ちょっと心折れるな。
り上がり。まあ大移動できたとしてもですよ、まあ、やっぱりギリギリまではもうどうしても無理っていうところまではちょっとやっぱせっかくなんで打ちたいけどね、この台は。さあ今日ガールズ、よし、これはチャンスと。おっと、いつもと違いますね。人類を恐怖に陥れる。これ B の方じゃないかな、ちょっと違うかな。エピソード B ワンチャンあるかも。なんだこれは、練馬12、あーこれエピソード B ですね。態度70%、 ART 直撃のチャンスでございます。こういうので当てるしかない、お願いします。でもなんか青いからちょっと弱そうやったけどな。はいはいはい、だで次のゲームか、いきます。フルバッコ頼む。あーじゃあこれ大丈夫でしょう、届いたでしょう、ですよね、ですよね、よかった。あむしろ全員集合すればいいのか、よくわかんねえ。はい、というわけで297ゲーム ART 直撃、よーし、当たったり5回目ですね。相当値の方が55,000円、いけるか、アイソマル、まだいけるのか、やれるのか、100ドルいけるんだろう、いける、100で取る、あかん、あ終わった。まあ60なんでまだいいかなと思います。いきましょう、60ゲームスタート。うわこれもうむずすぎるわ俺。アルト、ラストラスト、96枚ですね。おスーパーいった、うわー生き殺した、うわーまま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 生き殺した。ちょっと待って、これフリーストーンだじゃん、恩恵やから50ゲームあってごめん、フルバックラストの確率が10分の1になってます。めちゃくちゃ上手。ちょっと待って、わからん、何したらいいかわからんけど、とりあえず俺リアルゴールド生き延びしよう。無理や、うわめっちゃ薄いとこいたぞ、これ平均5個やから、まあまあそれ以上取りましょう、行きましょう。こんなもん秒で当てたろ、こんなもん10分の1のレバーを、いいレバー、よし取るやろこんなん、よっしゃ、よし来たぜ、3ゲーム ART、 よっしゃよしよしよし、とんでもないのいたぞ、また駆け抜けかと思っていたけれど、でこれ終わってからまだ残りのスーパーから始まるんで、めちゃくちゃ強い。40ゲームですね、これは弱い。さあ頑張りましょう、ちょ本当に頑張ろう、信じろ、集中頑張ろう、もういい加減いけるやろ、強いていくらい。おーマクレンゾ、マクレンゾ2550枚でしょこれ、違うわ、当てます、2750枚か、全然いけるやろ、それをかける5ですからね平均。もう一個、いやーよしよしよし、さあ行ってもいいぞ、30のところですね、これ見ないといいとこ行くんだ、ほらさあ行きましょう、ウルバクチャンス、勝利期待のまあ中途半端ですね、グランゲン行きます、一撃、いやー惜しい、一発で決めてお願い、よいしょ倒した、よし、嬉しい嬉しい、それで勝利になるのかね、はい、でよーじゃあよーじゃあいい子だいい子だ、いけるだろなんかお前、よーじゃあオッケー、まあ10なんでオッケー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 、楽しくなってきた、いけよーじゃあじゃあじゃあ、まあエロいなこれ、行きましょう、10ゲームいいですよ、わなんか楽しくなってきた、ちょっと乗るようになってきて楽しくなってきた、今日シグナルっていうのかな、多分3つパコーンって止まった時の方が恩恵強いやと思う、なんかようかなけどねその辺が。残り45ゲームですね、頑張ってます、
細かいですけどね、馬乗せがもちろん。いやでもこれ6回目の旗当たりなんですけど、今までにないくらい頑張ってる。300万入れましたもん、すごくないですか。おっと金だぞ、金だぞ、なんだこれ。いやでも10のところやからな、絶対弱いやろ。行きます。おう、スイカかな、スイカっぽくないですか。ほらあれ行くんじゃない。あ、出てきましたね。ほい、来ました。さあこの最中に CT を行くことができたならば勝利確定プラス 50% で偉いやつ。いやーこれもプレッシャーに感じちゃうんだよこういうの。あダメでしたね。まあちょっとこれを決めるのはなかなか難しいですね。思い描いた時にちゃんと行かなきゃいけないっていうのが難しい。待て待て待て、50だぞ今、チャンスだぞ。あー惜しいっていう楽しみ方やね。あー分かる、面白い面白い面白い、いいのいいのいいの。ちょっとナビなし見てからこれちょっと上チラッと見て、あ5かとか、あ20じゃんみたいなで楽しむの方がいいのかなとは思いました今。さあ、勝率 62% すごいですね。369枚獲得からのもう一回戻ります。で10分の1で頑張りましょう。これかっこいいですね、毎回これ入るんか。さあスーパー Z ゾーンかっこいいですね。残り46からですね、10分の1取りに行きましょう。ちょっと落ち着きましょうか、ヘボすぎますねこれは。いやーオッケーオッケー、これはいったろさすがに。オッケー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 、危ねえ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 。さあこれで2回目の ART でございます。よし、やっぱこれ引けないとやばいな。ああ行きましたね、60ゲームスタート投げ、79ゲームかかってます、60ゲームスタートするのに。行きましょう。よしよし、さあいいですね。さあフルバックチャンス、うわ50ゲームや、ほらこういうのですよ、50ゲームのところでフルバックチャンス。これはきついよな、強いよな、大丈夫。13マイク、いやー青かー、青弱い。でも一応これ13マイクいきましたね。勝ってくれ頼む、行ってくれ。よーしゃー倒せ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 、行きます。オッケーオッケー、いいぞいいぞ。お待て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 、行っていいですか、これ行ったっしょ、ほら来た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 、虹色バイバイルダー Z 行きましたね。ちょっと待ってね、これがマスの変換、あこれですね、20ゲームプラスアルファ継続してマスのなんか上乗せ昇格抽選するみたいな感じでございます。引きが来てる、これ行きましょう、行きますね。もうただ初めてなんで全然分かんないですけど、残り19って書いてありますね。はい、どういう感じで上乗せされていくんだろう。上乗せってここがねベルとかで上乗せなのかな。あ最後にプッシュなのか、なるほどな。あベル引いてボタンを貯めていくタイプだ、なるほど。ベル全然いけないですけどね。さあ赤いのいっぱい貯めましょう。多分レア役とかいいじゃないから多分弱いだろうな。さあこれラストですね。はい、いきます、押します。あ若干変わってますね、しょぼくないか。あこれそういうことか、合計で300ぐらいよってことか、これ1個が300になるわけじゃないんやね、なるほどなるほど。はい、まあ行きましょう。フルボクラッシュ残り107ゲームですね。よしよしよし、でまあ基本的にベースは全部高いと。やば危ない、ここで引くなよ、危ない。唯一このところで行ったらマジで起こすよ。いやー10のとこやね、ここ10は嫌やね。うわーなんで10で行くね行きましたね。これは1ゲーム完結ですね。うわ倒した、ラッキーラッキーラッキー。10ゲームバランス、まあ乗っただけでもよしとしましょう。多分ね、その引き戻しの抽選引っかかってあのスーパー飛んできましたけど、誰も分かってないと思う強さを誰も分かってない、まあ、よっぽどないって言った方がいいか、さすがにあるか、ゼロではない。さあ50ゲームのところで素晴らしい50、うわ強いやつや、頑張れ。13万役とりあえず13枚払い出し、
行きましょう。50取ってくれ、頼む。よっしゃー、うまい、ありがとうレイン。入るね、結構やるやんいいですね。だからこれ自体は全然強くないから、これはもう、まあ、20ゲームの上乗せやと思った方がいいのかな。さあレア君、これは初めての試み、どうなる、どうなるんだ、どうなる、これ行った方が良かったやろこれは、ね、行くの、行かないよな、行かないっすよね。もったいなくないですか今の。だって50のところで本来行くはずやったのにちょっともったいない気がします。さあラスト、はい、さあプッシュしていきましょう。60になって100になって155 155があります。15 15 40 35 10 20、この辺がやばいですねこの辺熱いところですね。次のレバーからですね、行きましょう。いや熱い熱い熱い、ちょこの辺で涙しきたらちょっとやばいけど、これもあえて見ないでおこうか。ちょっとね、うわ熱い熱い、なるほど、残り115ゲームありましたね今さあここからですね、行きましょう。うわっといった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 、60 60、しかも強いでしょこれ、ガラダ K の7、行きましょう。ちょっとういやようえ1ゲーム完結、倒して、うわー逃げられた、もうこれで全部無駄になるんですからねえげつねえなあのレインボーまず何なんだって本当にレインボーは出すな、やめろ。いやらいレインボー結構入るわこれ、結構入りますわ。だからファウラーと金と金が混じったみたいな感じの台ですよこれ今のところ。さあ弱い、20はやめろ、さすがにさすがにやめとけよお前、20は弱えって、はい、いやこれ赤なんで大丈夫でしょう。まあ手堅く20も取っておきましょう、さすがにいっとけよ。基準がわからん、なんだこれめっちゃ熱そうじゃないですか。グレちゃん70のとこですよこれ、フルボッコチャンスだ。さあ行きましょう、70ゲームのとこですよ。さあリベンジです、1ゲームでリベンジ、行きましょう。青か、さあ行きましょう、いけ70は欲しい、さすがに。よっしゃー、えらい、レインボーはない、まあでも70ゲームでかいっすね。これ残り何ゲームだろう、結構いくいくで、残り176ゲームになりましたね。弱い、70になってるよ。まあでもあそこまでは回らんからな。さあ無敵の力は私のために、え固まってる、固まってますよ、何これ、フリーズしてるんですけど、何これ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 何が起こってんだこれ、え何固まってるんですけど、ガチで残り2ゲームで、ああ出たー、最強特化ゾーン行くかもしれん、行きます。どうどう、なんか二角っぽい音鳴ったけど、よーら来たー、無敵じゃなくて EX、 最強特化ゾーン入りました、最強特化ゾーン、はい、というわけで、なんかまあ攻撃し続けたら上乗せプラス継続確定で、引き戻しゾーン行った時になんか多分リプレイ以外かな、まあなんか引けば戻せるみたいな感じかな。まあ最初はなんか 82% 以上ループが選ばれるみたいなんで、ちょっとそれループで上乗せしまくりたいなと思います。150ゲーム平均上乗せで行きましょう、最強特化ゾーンです、行きます。おお、なんかレア君いたぞ、ジェットファイヤー P1、 あのね、わかんねえんだわな俺キャラが。いいよ、よいしょ、さあ20ゲーム上乗せプラスまだまだで継続、これを殴りつる、これが80何パーね、
いやまだまだですよ、これ殴りまくる殴りまくる、こんなもんもう一発、これちょっと弱そうですね、当たったら大丈夫なのかな、殴れ、殴りが成功すれば大丈夫な、ついだろこれ、普通に考えて、普通に考えてはついだろこんなもん、はい、よっ、あー弱いかな、25ですね、でかいです、僕にしてはでかいです、めっちゃつ、あーやばいか、これ当たんなきゃやばい、大丈夫か、多分攻撃食らわせられないと終わっちゃうと思う、弱いか、頼む、よーじゃあじゃあ食らわせたらまだ続くと思う、いいよじゃあ、やばいか、あこれで戻っちゃいましたね、ベルカチャンスで、チャンス役でバトルのところに復帰する、4ゲーム間の間にリプレイ以外を引けばいいっていう話らしいです、 OK、 これでバトルに戻ると、でこっからがループ率に関してなんですけど、これはもう 82% じゃない、成立役に応じてっていう感じになるみたいですね、はい、さあもう一発いいですよ、おーいいいいいい、なんかよくわからんけど、なんかめっちゃ頑張ってるんですけど、でも150は平均なんでそれは乗せたいですよね、20、あー戻っちゃいましたね、速攻で戻しましたね、これベルを行けばいいんで、リプレイを4連させなければ終わらないっていうことですね、めちゃレア役引くすよっ、さあもう平均超えますね、多分よしよし、これで平均超えかな、やばい、ベル行けば OK、 OK、 あー違うわ、これ良くないですね、この出目やばいですね、あと1ゲームやばい、ちょっと待って、ぴったり役落ちないぞ、ベルでいいぞ、うわー終わった、めちゃめちゃ弱くないか平均っすね、ザ平均で、残り2ゲームだったんで152ゲームまで戻れましたね、まあ今残り150ゲームですね、よし頑張った、耐えた、よく OK、 よし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 、結構レア役引いたんですけど、あんなもんでしたね、いやもうこの台見せるもんないですね、もう全部引きました、フリーザー引いてないですけど、めっちゃフリーズしてたんで、これチャンスやろ、ある、いやー惜しい、カットゲッ、いやなんでやねん、はい、終了でございます、1339枚、勝率 44% ですね、練馬防衛ガールズになりました、ありがとうございますだから大丈夫じゃないですか、24ゲーム残りで、あレインボーですね、いけ、おー勝った勝った勝った、勝ちましたレインボー、うわーない、おーおーおー、こういうことか、これで確定なんだ、はい、10ゲーム OK、 そういうことよね、素晴らしい、行きましょう、さあ行きましょう、これが80になって、25になって、30になって、15になって、ここね250になりやがった、やばいですね、残り44ゲームでこの250、間に15と5があるからね、離れ小島にアンパレーノがあるみたいな感じですね、あれビタッと取れたらやばいですよ本当に、さあ次のゲーム、いやまあ CT 来るだけでいい、いやーダメだ、やばい、はいはい、バカ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 、それやめろよお前、やばい、うわ危ねー、来い、おーじゃあ波なし、頼む、来い、あ来た、まあちょっと総都合よくはさすがにきついな、終わりましたね、1535枚ですね、864ゲーム、マジでいって、よっしゃ早い、残り多分10ゲームぐらい残ってるはずです、おい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 、85の時に来たかこれ、フルボッコチャンスか、ロボなんちゃらかんちゃら、よしこれはいったろ、よし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 、チャンス、さあフルボッコチャンス、いや緑勝てるだろこれ、行こう、研ぎ澄ませ、いけるぞいけるぞいけるぞ、逆転やろ、さあ赤い、いや惜しい惜しい大丈夫、決めちまえ、よっしゃ勝ち確、オッケー、しかもレインボーはないけど、とりあえず85ゲーム、よしよしよし、いやこの序盤強いな、
うわちょ待って、あれやろ、うわ熱い、チャンス、スイカじゃない方がいいです、今日で、よっしゃー、105ゲームをかけたバトルやぞ、よし、キングダン X10 ちょっと名前がやばいけど、さあ行きましょう、信じろ、いけるぞ、勝てる、信じろ、勝ちのビジョン、いやー弱い、勝ってお願い、やばいけど、ゴッド、よっしゃー、おい3桁、あぶねー、あー嬉しい、もう1ゲーム完結だとほぼ無理なんですけど、残り194まで戻れましたね、よし戻ったというか伸びましたね、お60でいきましたね、さあ岡きつい、頑張れ、頑張ってくれ、ドン、よっしゃ、オッケー、これ気持ちいいですね、60ゲーム、よっしゃ行くんだわ虹色、これでも本当に弱い、弱いというかマジ何をやってるかよくわからんけど頑張りましょう、よし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 、まあ25でもまあいいですけどね、あー惜しい、さあこれ、わー来た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 、7揃いのさっきこれで行きましたからね、3段階まで行けば多分これもう一個行こう、あー弱いでしょこれは、さっきこれ3つまで行ったんでね、フェイクくせえけどきついかな、いやだよな、なるほどな、これフリーズが長ければ長いほど7度の期待度は高いっていうことですね、理解しました、僕じゃ、いや赤ですよ、決めろ、よっしゃよし、これかっこいいですね、60ゲーム、オッケー、いい引きだ、これは行っちゃったかな、今日か、あ、弱ですね、よーしゃ、オッケー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 、フルボロッコですね、行きましょう行きましょう、10ゲーム、この最中に勝とうぜ、勝負行こう、あ、あれチャンスある、うわー弱か、この最中のレア役はどうなるんだ、あ、この最中のごめんなさい、レア役スイカのチェリーは同じ、これが入る同じ可能性でストック抽選してます、ストックで継続か、おいしょ、いった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 、35でだいぶふざけてますけどね、35はこれ勝ち確なんで、はい、これいきますね初めてや、よしよしよし、かわいそうですけどね、はい、上乗せいただきます、プラス、よし、これが 50% で入るんですよ、なんでめちゃめちゃチャンス、こっからもっぱつの CT 行けばかなりやばいですからね、よしよし、これアベレージ相当高いと思う、行きますね、行きます、赤で220、55、40、120、25、65、90、40、30、この辺マジやばい、フルロボコは途中からかな、10ゲームからではないと思うけど、いきます、あっとフルロボコは消えるのか、なるほどね、なるほどね、消えるんだ、ごめんなさい知識不足でした、ループするわけじゃないんやで、ループしたらめっちゃ強いと思ったけど、左、何右右、チラッとだけ見るわ、ピラッ、 OK、 さすがにペナルティはやりたくないからな、中全然 CT 引けんじゃん、なんでなんで、じらされてる俺、もしかして、でもゲーム数まだまだありますよね、120、 OKOKOK、 あ、ごめんなさい、よしよし、ナビなし、はい、右、ただ先に言うとくと勝てるとは限らないですから、マジで本当もうそれに尽きる、右、めっちゃベース上がってそうなんだけど、いったろ、これチャンスやろ、いきます、よし、何ゲーム、150やんけ、でもこれ敵めっちゃ強い人や、220変わってないんだ、220、140、150、上から2番目ですね、ちょっとこれめっちゃ強い人なんで嫌なんですけど、いやでもここ一番の俺の本気の引きの強さを見せよう、 EX 引いた時の引きや、思い出せ、勝利、いくぞ、やばい、頼む、間違って勝ってくれ、
やーべー、ちょっと待って、ちょっと待って、これだいぶいったろこれ。残り266ゲーム、まくれる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 ぞ。これ大曲がりですけど、これで2600枚ぐらい出るんで、いやこれはでかい。いやこれやっぱね、この辺だけ見れた方めっちゃいいっすよ。これ3000枚出ますね、ざっくり計算したんですけど出ますね。いいぞいいぞ、やるじゃないロボットガールズ。さあ150でナビなし、ちょっといやこれ欲しいな。いやあるんじゃないんですか。いや嘘でしょ、来たよマジで、ガチガチやん。緑の人ですね、150ゲームで行こう行こう、信じよう、行こう行きます。もう何も考えるな、 Z で考えろ、頭に浮かべろ Z。 Z まだわからない、 Z 行け、 Z パワーじゃ。弱いか、いけ、おーっと、あー吐息が漏れる。いやー厳しい Z っすね、きついですね。厳しい、3101枚、1719ゲーム走ってます、勝率 47%、 59戦してますね、日本防衛ガールズですね、ありがとうございます。終わりましたね、3307枚、抗ってるんですけど、ちょっと残念ながらここで止まっちゃいますね。さあ行きましょう。はい、通常に戻れましたね。はい、というわけでこれだけ多分完璧に終わってたんで、ここのまくった状態でちょっと終わりたいなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、これ旗当たり12回、まあ、7回でしたっけ、6回か7回ぐらいは最後のスーパーなんですけど、まあ、天井行ったりしてグラフがこれですね、ブワーン下がってブワーン上がったわけですよ。これね2500なってるけど、多分そこまでしたら多分行かないんだよな。まあでも最大一撃最大2965枚、まあちょっとずれてるけどプラス域に持っていった。もうこれがドルビン成り上がり磯丸ですわ。いやもう途中死ぬかと思ったんですけどね、なんとか初打ちの台でこんだけ気持ちよく勝ててよかったかなというふうに思います。ぜひね、なかなかホールディーないと思うんですけど、まあ、もし見つけたら打ってみてください。なかなかここまで出すのは難しいと思う。いやでも勝手に出た感じはあるね、うん、まあその辺の感想もエンディングで言えたらなというふうに思います。ありがとうございました、すいません騒がしくて。ちょっとね、ドラマ紹介の方できたらというふうに思います。すごいですね、5、6かかったらしいです、マロ2が。でこっち中でも積んでたりとか、でこっちのエリアもすごいですよね、AO 全体積んでます。 AO 北斗転生もめちゃめちゃ強い、トモ装填も3台良さそうですね、ギアスもめっちゃ強い、全力でも多分こうはならんだろうっていうぐらい。はい、で窓曲げ初代がこれめちゃめちゃ強いんじゃないか、本当に多分やばいぞ、窓曲げ前代ですね多分初代が、積んでないとこがほぼないんで。ギルティークラウンすごいですね、4台結構全部ほぼ全部積んでますね。富士子で窓 A がめっちゃ強い、あ偽物 A もめっちゃ強いっすわ、偽物 A すごい成り上がり。お疲れ様です、磯丸です。というわけで、今回実戦終わりました、ちょっとごめんなさい別撮りなんですけれど、ロボットガールズ Z 終了、しましてね、まあこれはどうやったら出す、どうやって出せばいいのかという展開が続きまして、1万2万3万4万5万と入っていきましてね、もう無理だ、もうダメと思って、もうダメだと思った矢先、パーンつってスーパーパーン言うてね、一見何か分かんなかったんですけど固まってたんで分かりましたね、スーパーでしたね、あれは強烈スーパー Z ゾーン、まあ、あれ入れるとやっぱ10分の1で50ゲーム間やると生き物し続けるっていうので相当、まあ、性能的な優秀やし、まあ、やり手の初当たりは単純に5回ぐらい取れるっていう、まあ、それ以上も僕取れたし、
まあ、かなり強い。まあ、フリーズと同じ恩恵やしね。で、なんとか3378万円かな、まくることができますし、ありえないっすよねあんだけ出し方わからんよって言ったのに。まあ、ただ CT 引っ張ってきた後のこのレバー、まあ、言ったら本当にファフナーのノーカベル引けるか引けないかみたいな感じのレバーなんですけど、 Z 図からパシーンとかね、まあ、あるいは Z 図からガン中段に引けばバンって、まあ、13枚以降引けるかどうかっていうところだったりとか、すっげえ熱くなるところも案外いっぱいあった。まあ、楽しかった。トータルで、まあ、勝ったかっていうのもあるんですけど、まあ、すごい楽しめたなっていう。で、まあ、バージーさんすごいラインナップも豊富で、まあ、初めて来たんですけど、すげえ楽しかったな、また行きたいなっていうふうに思いました。なんでもうねこれもね、横にもあったんですよ、弁当バルテックさん。あれもう僕全然打ててないっていうか全く打ててないん で横で見ててめっちゃ面白そうやったんで、ちょっと今度いつか打ちたいなっていうふうに思います。まあ、導入率がめちゃくちゃ少ないんで打てるか分かんないですけど、まあ、ぜひね、皆さんのお近くのホールにローテガールズ Z あったらやってみてください。3000枚出してみてください多分結構きついと思うまあでも実際出せたから出し方は分かったと思うんで、参考にしてもらいたいなというふうに思います。ありがとうございました。はい、というわけでここまで動画見てくださってありがとうございました。ただ動画を閉じるだけじゃなく、グッドボタンとチャンネル登録ボタンも押してもらえると、すごく嬉しいので、よかったら押してみてください。ありがとうございました